覚えてる。2回ありました。うんうん、カリボ、うん、で4年ですればさ、まあ、なんかさ、ああもう一つイベントができるな。やるつもり。29日に。いやいや、そうじゃない。別の日に。真冬に。何もなくなったから。下田、初、向山、まあ、到着だよ。バスを使って。あの、桃川の作業のもする。新州発表行って、桃川の工場に行って、新州を飲んで。で、何言ったかもしれないけど、ブランドス新興味がすごいさせて、見てる間にホッキー丼食べさせて、うん、でホッキー丼やったらアメリカに咲いてな、あの、いちご食べて、で、ここに来て、いやーさ、まあその辺はどうするかはもう、うちの今度は田中君に、田中さんにやるせいで、杉田にやってみる。聖子さんは本当に、地域で行けばいい名前つけたなって地域の県民の地域的な地域推進室ってか、まあ全くその通りなんだよな。みんなつなげる、そこをちょっとあなた方にこう手助けしてちょっとな橋渡しして、でお互いのこう買った忘れがすごく無理やね。去年の上野さんが先生の方で毎週入れるバスからお働かれて交流をやって、うん、さっさと見るけど、それが結局県民局だ、そちらの方がこうね、手取らしたりとかこう段取りしてこう やらないかっていうのがあって、そうじゃなくて各団体の方が一緒にやらないかっていうような形になると、じゃあそこでちょっと県民局でこの辺こうやってくれればね、各とこでどの子に取ればもう簡単に、だからさ、もうちょっと順番ってばそのな主導なるところがな下の方になってくるとさ、ずっと続いてる。だから逆に言うと今回は七尺を中心にやるんですよ、フォーラム。次はこうとか、レールバスとか、大畑に行くんですよ。10ミリ10ミリ行くの、水泳で見ていくんですよ。その日の時